どうもこんにちは、アニマルトレーナーの黒田でございます。はい、で今回はですね、カイ君にですねおやつをあげるんですけど、こう食べていいよっつってカイ君に出したやつを僕が先に全部食っちゃうっていう、そういう検証でございます。はい、っていうのは野生のお猿さん、野生のお猿さんって結構やっぱ上下関係が厳しいんですよね。でこうボス猿がさ、こう餌がいっぱいあるところに割ってきたら、こうちょっとこうね位の低いお猿さんたちはこうみんなこう道を開けるわけですよ。あ、すいません、どうぞ食べてくださいみたいななって、こうみんなこう開けるわけですよ。でこうボスがこうやってね、お腹いっぱいになるまでこう食べるみたいな、ボスが一番っていうのがねあるんですよ、日本猿業界。はい、でも果たして僕はボスなのかっていうことですよね。僕のポジショニングがカイ君の中でどうなってるのかってちょっと気になったんで、はい、もしもだからもうちょっと重く我慢しますみたいななったら、僕は多分ボスっていうことなんですよ。でただこう向こうがブチ切れたりとかしてきたら、まあ僕の方が下ってことなんですよ。はい、まあ、それはないと思うんですけど、今日はその検証をしていこうと思います。はい、やっていきましょう。はい、おやつタイムでございまーすね。カイ君、ポロロでございますよね。食べたい人いいねで食べていきましょうね。いいよ、よし。ごめん、でもちょっと俺も食べたくてさ、ごめんな。カイ君、カイ君、ごめんよカイ君、ごめんよカイ君、あげるあげる、超あげる、超あげるよ、ごめんな。何その哀愁ビームは。哀愁ビームやばいな。耐えられんわ。あげるあげる、超あげる、ごめんな。あいしあいし、食べな。よかったよかった、よかったよかった、よかったよかった。はい、カイ君のね、コロコロ食べることができました。いやいや、ほんのすいませんでした。はい。というわけで、まあ、結論としては哀愁を放ってくるっていう感じでございました。はい、もうどうしようもなく我慢するとかじゃなくて、こうちらっとこうアピールしてくるところが可愛いですね。で、やっぱそこはやっぱ普通のこう日本猿の上下関係とはなんかちょっと違うところなのかなと思ったりはします。はい、でも申し訳ないけど可愛かったな。はい、じゃあまあね、美味しくコロコロをいただきましたところでお別れしましょうかね。はい、バイバイ。はい、お客様にいただきましたカツオジャーキー、ワンちゃん用のやつでお客さんにもらったやつの中で僕が一番食べたかったやつ。ちょっと何言ってるか分かんないですよね。カツオジャーキー、カツオジャーキー、やーん、うん、おいしい。うん、ごめん食べたくてさ、おいしい。めっちゃ目が合ってる。あげるあげる、みーちゃん、みーちゃんあげる、みーちゃんあげる。ごめんな、みーちんな。みーちゃん、でも食べちゃったんですよ、みーちんな。うん、食べ食べ。うん、視線にやられる。うん、勝てない、みーちゃんには。はい、もえちゃんでございますね。もえちゃんにもこれあげていきましょう。ほら、カツオジャーキーで、ほらほら、よだれ、カツオジャーキー。あー、もう、おいしい、おいしい。うん。どこ見てんの。ね、若干落ち込んでるようにも見えるんだけど。でもね、尻尾振ってんだよ。状況分かってる？食べちゃったんですよ。食べちゃったんですよ。うん。むって。
おやつのこと覚えてます？このおやつがさっき目の前にあってんのをね、さっき食べちゃったんですよ、私がね、うん。なんか初見のリアクションだな。美味しいね。うん、食べ食べ。